こんにちは。現在福岡を中心に日本全国世界にも進出し、フィットネス×エンタメを通して健康的な社会を作ろうと活動しているパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのゆたです。今日も元気に体の勉強していきましょう。さて、今日は対策、肝臓疲労の対策4つのポイントという内容をお話ししていきます。昨日は肝臓の疲労度チェックリストをお話ししてみました。ぜひ見ていただいて、聞いていただいて、チェックをしてみてください。で、今日はですね、肝臓疲労の対策ということで、肝臓疲れているっていう方はですね、必聴かなと思うんですけども、肝臓疲労の対策を考えるときに大切なのは、飲酒習慣のある方の肝臓疲労対策と飲酒習慣のない方の肝臓疲労対策を分けて考えることが望ましいです。というのも、肝臓の負担に先に脂肪肝というのがあります。実は今、日本人の3人に1人が脂肪肝の可能性があると言われています。脂肪肝は肝臓に脂肪がつきすぎた状態で、簡単に言うとフォアグラ化した肝臓です。3人に1人がフォアグラ状態というわけで、聞いただけでも恐ろしいですよね。で、なぜなら脂肪肝になると血液がドロドロになって、糖尿病などの生活習慣病、心疾患などを起こしやすくなります。さらに脂肪肝を放置すると慢性肝炎、肝硬変になる可能性もあります。その脂肪肝には大きく分けて、アルコール性の脂肪肝と非アルコール性の脂肪肝の2種類があるんですね。で、1日 60g 以上の純アルコールを摂取している場合、ほとんどがアルコール性脂肪肝です。まあ、目安としてはビール中瓶の2本と日本酒1合ぐらい、そのぐらいを毎日飲んでると、ちょっと純、アルコール性の脂肪肝ですね。で、僕は全然いけちゃうレベルなんですけども、でもこの量を飲んですぐに脂肪肝になるわけではありません。これを比較的、平均的にですね、飲み続ける場合が良くないわけですね。で、アルコールって脂肪になるのってよく聞かれるんですけども、もちろん脂肪として蓄積されます。飲み物だからといって蓄積されないわけではありません。この影響で中性脂肪が増加して脂肪肝になるんです。1g 7キロカロリー、アルコールにはあるので、ご飯が4キロカロリーですね。炭水化物は4キロカロリー、あとはタンパク質も4キロカロリーなので、それより高いんですね。なので油の次に高いということで、もちろん脂肪として蓄積されるということを覚えておいてください。で、私お酒飲まないから大丈夫っていうふうに言っていらっしゃる方もいるんですけども、先ほど言ったようにアルコールを飲まない方も脂肪肝になるということがあるんですね。むしろ一般的には非アルコール性の脂肪肝の患者さんの方が多いっていう事実があります。っていう感じなんですけど、そうなんです。一見痩せていてお酒を飲まない人でも脂肪肝になる可能性はあるということで、いわゆる隠れ脂肪肝というふうにも言われるみたいですね。特にアジア人には多いみたいです。何でも脂肪肝になりやすい遺伝子を持っているそうなんですね。ちょっと悲しいですよね。はい。原因は不摂生だそうです。日常生活の乱れやジャンキーな食事、栄養バランスが悪いとか、脂肪肝になる可能性が高いということで、最近の日本の食事がやっぱり欧米化になってしまったりとか、そういう多文化の食事を取り始めたところからだと思いますけど、これらが原因として脂肪肝になるということです。じゃあこれらのことに対してどうやって改善するのかということで、肝臓疲労の対策をお伝えしていきます。飲酒習慣のある方の肝臓疲労対策、ポイント1は、飲むときは必ず一緒に野菜を食べるということをしてください。食物繊維は消化に時間がかかるので、先に胃腸に入れておくことでアルコールの吸収が緩やかになったりします。さらに便の材料となって有害物質のスムーズな排泄にも一役買ってくれます。食材としては緑黄色野菜なんですけども、例えばほうれん草、ケール、ピーマン、人参とか色の濃い野菜、ブラッコリー、キャベツ、トマト、あとはキノコ類、ブナシメジとかもオルニチンというのが入っていて、肝臓を飲んだ後ですね、次の日とか二日酔いにも効いてくるので、すごくいいかなと思います。そしてポイント2、好きなお酒の節度ある量を覚えるということで、節度ある量は 20g までです。例としては、その節度ある量ってどんなもんだっていう感じなんですけども、ビール中瓶1本、日本酒1合、ウイスキー、ブランデーはダブル 60ml、 焼酎コップは、1杯 100ml ぐらいですかね。で、ワイングラスは2杯 240ml ということで、これら全部飲んじゃダメですよ。1つずつですね、ビール中瓶1本だけとか、日本酒1合とか、そんな形で節度ある量を取っていただく。それでも多いは多いんですけども、
すぐにやめてっていうよりかは少なくしていくってことが重要なので、これがいいかなと思います。で、次に飲酒習慣のない方の、肝臓疲労対策ですね。ポイントがあります。ポイント1、食べる順番が大事ということで、脂肪が気になる方に実践してほしいのが胃に負担をかける食べ方。これがですね、良くないので、しっかりとその食べる順番を意識しましょう。いただきますと同時に炭水化物を書き込む、これは良くないですね。すきっ腹に白い炭水化物は血糖値を急激に高めるために、それは良くありません。で、食べる順番はベストは汁物、サラダ、あとは肉とか魚とかそういったものを食べてから炭水化物を食べる、まあ、この流れがベストです。これはもうご存知の方が多いと思うんですが、意外と実践されてない方もいらっしゃるので、ぜひぜひベジタブルファースト、プロテインファースト、タンパク質ですね、プロテインファーストからしてあげた方がいいと思います。で、次にポイント2、毎日プラス10分体を動かす習慣を作ろうということで、日々の運動不足、これは脂肪肝を引き起こします。まず日常の活動生活、身体活動を増やすことからスタートして、徐々に活動量をプラス10分していきましょう。簡単にできることとしては、例えば階段を上り下り頑張るとかですね、あとは電車とかバスとか一駅前で降りて歩くとか、まあ、そういったことからでもいいかなと思うんですけども、息が弾んで汗をかく程度の運動を毎週60分ぐらいプラスしてあげるといいかなというふうに思います。ウォーキングとかランニングとかまとまった時間が取れれば行っていただくのがすごくおすすめです。ぜひ将来の健康のためにも肝臓に不安がある方は意識されていってください。以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークを押していただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。